さんこんにちは、みんな大好きゆら様です。というわけで今日のチャリティーサマラン動画、本日はですね、さやちょさんの提供でこの動画を皆さんにお届けしております。さて今日はどこにいるのかと言いますと、今日もですねこの、大自然の感じ、公園の雰囲気が漂ってるんですけれども、今日はですねまたまた、お城ですね。よいしょ、見えるかな。はい、浜松城公園というわけで浜松城攻めたいと思います。レッツラ、ね、散策コースというわけなんで、なんかわかんないですけど、お城の近くに美術館と市役所がある率が高いなと思ってるんですけど、天守閣方面、徳川家康さんが幼少期に過ごしたと言われてるのが、言われてるというか過ごしたのが浜松城というふうに聞いております。よいしょ、早速分かれ道、もう分かんねえ。あれ、どっち行ったらいいんだろう。あ、こっちかな。向こうか。結構ね、道がたくさん分かれていますよね。あ、坂道、お城が出ております。坂道行きますか。坂道はね、ダッシュするに限るんですよ。よいしょ。あ、もう早速ですけれども浜松城、これ見えましたね。よいしょ、早速ですけれども浜松城見えたんじゃなくてね、じゃじゃん。はい、浜松城早いすごく近かったもうちょっとぐるっといろいろ回れるかなと思ったんですけども、よいしょ、街並みが見えます。浜松城、よいしょ、上登ってみますか。中には入れないと思うんですけど、入ってないもんね。開いてないね。はい、ここまでですね、門が開いてないんで、ここまでですね、多分来れるのは、約400年前の築城の頃の面影を残す貴重な石垣です。石垣たちがね、登ったり石を引き抜くことは絶対にしないでください。引き抜けないでしょそんなでかいの、でもやっぱすごいですね、400年前の。ちょっと触っとこう。400年前すごいね。これ誰かが運んだわけだからね。じゃあちょっと浜松城の周りを、よいしょ、探検してみますか。よいしょ、これが多分メインの門ですよね。大きい黒金門かな。よいしょ、こっち行ったら降りれる。立派な門。ここが多分一番景色良さそうな、ここが一番景色が良さそうな気がする。よいしょ、こっちもなんか下に降りる、真っ暗、怖いよいしょ。あ、ここは気持ちいいんじゃない。ここ気持ちいいんじゃない。わ、気持ちいい。ここやな、景色がいいの、きっと。浜松市を一望できますね。あ、あれは完全に家康公でしょ。あれ見に行こう。いや、そこ見に行こう。よいしょ。
対にいい、あそこ。こんにちは。じゃじゃん。若き日の徳川家康公。すごい。やったぜ。家康公と一緒に。なんか持ってる。よいしょ。待って。石階段を登る。よいしょ。ちょっとこの階段を降りていこうかなと思います。静かですね。よいしょ。大体本当お城は坂道か石階段なんでマラソンしてるっていう感じなんですね。よいしょ。はい、公園がありました。の音聞こえてますか。あ、庭園感出てきたよ。庭園感出てきたよ。あ、ほら橋とかある。今やっぱ滝の音がいいですね。広いな。この橋渡りたいな。よいしょ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 。はい。よしよしよし。あ、これで美術館一周しましたね。というわけで浜松城の周りを一周しました。まあ大きなお城じゃないんで本当にすぐにぐるっと回れますね。でもやっぱりね、400年前の風格はあるので、こう小さいけれどもやっぱ小さいけれどもやっぱりこの貫禄があるというか、いろいろ歴史を感じる部分は大きいですね。おすすめですね。こうそんな距離が長くないので手軽に来やすいと思います。駅からでもちょっと遠いのかな。駅からの来方はちょっとわかんねえな。でした。ぜひとも遊びに来てみてください。